資産運用って結局どうすればいいの？まず貯金を増やすということが最優先です。要は収入をアップさせて支出を下げる。最初の投資対象は株式とか債券っていう伝統的なね資産から始める。なぜならぼったくり商品が比較的少ないからなんですよ。少額から始める。投資には必ずリスクがつきまとうんですね。投資元本がこの先どうなるか誰にもわからないってことなんですよ。少額から始めて値動きになれようと。それから投資金額を増やしていきましょう。手数料はできる限り払わない。投資をする際にはいろんな手数料がかかるんですね。高い手数料を払ったら高い成果が得られるっていうふうに考えてしまいがちなんですね。でも有料商品ほど手数料が安いっていうのが資産運用の世界なんですよ。税金はできる限り払わない。資産運用で発生した税金をゼロにできる。優遇税制を積極的に活用して、税金はできる限り払わないようにしましょう。以上を踏まえて結局何に投資すればいいのかっていう答えは、SBI V S&P500 インデックスファンドを資産形成の核にしようと。アメリカの主要企業500社にね、投資できるファンドをね、少額から購入することができて、運用手数料はもう激安だしね。積立 NISA を使えば運用益を非課税にできると。投資初心者が重視すべきルールを全て抑えてるっていう文句なしの有料ファンドですね。